チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間 チェンジの時についてお話を伺いますこの番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますそれでは早速ゲストの方をご紹介しましょう先週に引き続きタレントの八方美希さんです今週もよろしくお願いしますお願いします 八方さんは2018年4月に乳がんのため左乳房全摘出とリンパ節切除の手術を受けたことを公表されました、はい、その後お仕事に復帰されていますそしてがん治療の様子を紹介した回想録きっと大丈夫私の乳がンダイアリーを出版されるなどの活動もされていらっしゃいます、はい あの「乳房全摘出」ってまず聞くと、うん、ま多くの女性はきっとショックを受けられると思いますけれども、はい、館さんの場合はどうでしたかその胸を切らなきゃいけないっていうのが全くイメージできなかったのでなんか痛,痛そうというかどうやってじゃあその後自分が病気に向き合っていけばいいんだろうって考えたこともあったんですけど実際自分がその乳がんになってしまってで、まあ、手術によっては 前摘でではなくて温存されるる方もいると思うんですけど、はい、私は全摘手術を選んで,で今再建をしてない状態なんですけどやっぱり最初は嫌だなっていう気持ちがすごく強くてでその理由が20代で片方の胸なくなるって結構残酷じゃないですけど、うん、どうやって受け入れていけばいいんだろうっていうのがすごくありました。 そうですねその全摘出を選ばれた理由と、はい、その再建をしないでおこうっていうふうに決めた理由も教えていいただけますかは全、いまあ、摘を決めたのはやっぱり若年性の乳がん若い時になってしまったっていうのも一つあったのと、まあ、自分の病気の具合っていうのは外からわからないので、はい、実際にやっぱ手術をしてどうなのかっていうのを見た時にやっぱりちょっとだけこう一部手術でこう。 状況じゃないですけど、摘出してやるよりかは一回全部取った方がいいのかな？って思えて。うん、じゃ、あなぜそう思えたかっていうとま債、あ、権手術ができます。よっていうのも、うん、その先生と話してるうちに知ったことだったので、うん、初めは知らなかったんですよ。その債権っていう方法も自分が病気になって、はい、あ、そういう手術方法があるんだっていうのをだんだん知ってきたので、うん、で、それを知った時にまあ、手術もやったことないし、その胸。 パカーンって切ってなんかいろいろされるのも怖いなと思ったんですけど、まあ、全身麻酔するっていうのを知ったので <laughs>、はい、だったら寝ててる間になななんととかか痛みを感じないのかなと思って受けました、まあ、自分の場合は一度手術で全部摘出した後治療を優先してその落ち着いた1年後ぐらいに再建手術をしようかなというプランを練ったのでその胸がないっていう自分の姿を見て。 見ることがもう本当に手術終わった後すぐあったんですねで実際にそのイメージトレーニングもすごくしていたんですけどやっぱ左の胸がもう乳輪と乳頭もないので本当に一本傷がピッて手術跡が入ってるだけなので、うん、なんかその ショックというよりかはちゃんとくっついてるんだっていうのにも感動して私は。はでそこから、まあ、だんだん他の抗がん剤だったり、うん、あの放射線治療をやっていくうちに、まあ、だんだん傷も痛くが痛みがなくなってきたりしてでじゃあその後再建ってどういうふうにするんですかって言ったら今そのくっついてる傷にもう一回こうメスを入れて、まあ、再建していくっていうのを聞いた時にえまたこの傷 パッカンって開いちゃうのっていうのがすごい私の中では嫌だなっていうのと、うんうん、実際にその胸がないっていう期間が、まあ、1年以上あった時にそんんなななにに生活に不便なことってなかったんですよね、うん、まあ自分の工夫次第で、まあ、片方の胸っていろいろと工夫すればあるようにもできるし。 そんなに誰かに迷惑をかけてるわけでもないのかなって思って、うん、あじゃあもう再建しなくてもいいのかなっていうふうになりました。そのなんてううんでしょうかね あった方がいいってなんか勝手にそういえば思ってたなって感じがするんですけど、うんうん、こういう風うに前向きにお話をされると、はい、ま確かにあのない再建をしない選択をされるっていうのも何か自然な感じが今日はしたんですよね。そうですね。まあ、人によってはやっぱり胸がある方が自分は生き生きできるっていう方はやっぱりその方法を取った方がいいと思うんですけど、まあ自分の場合は再建が本当に自分にとって ぴっったりななな方法なのかなってすごく考えることがたくさんあっていやでも今のままでも自分は落ち込んだことも一回もないしもともとそんなにあの大きな胸を持っているわけではなかったっていうのもすごく自分には前向きだったので、うん、じゃあ自分はこのままでいこうかなっていうふうに思いました。 なんかあの胸が矢方さんの個性ではまあなかったなっていう今印象があってあ,そうあのそうそういうことで,すではかあってもなくてもって言ったらいいかとちょっと乱暴かもしれないんですが矢方 <laughs> さんは矢方さんで変わらないなっていう印象だったんですよねはい、うん、それが一番感じましたねその手術で大きなものを失ったのかなって思っていたんですけど、うん、そんなにそこで失ったっていうのを感じなかったんですねそうですねでもそれ感じるようになったのも。 仕事をしていたりとか、うん、周りの友人にまあ、自分の場合は病気のことを打ち明けたっていうのが大きかったです。うん、なんか今改めて思うのはその乳がんを患いました。まあ、胸はあった方がいいですよね。うん、みたいなその一般的な考えって、みんなに当てはまるわけではないんだなっていうか。その乳がん。 がんのわ患い方にも人それぞれの,、うん、あの治療の仕方だったりとか個性に合わせたえ治療の仕方などがあるのかなっていうふうに今日お話を伺って初めて気づかされました、うん、なんでやっぱり再建しないっていうのはいろんな方に「どうしてですか?」ってすごくある意味ちょっとマイナスな感じに捉えられてるのかなって思われがちなんですけど、ねうん、こうやって話すと「あ 屋方さんのそういう話を聞くとあそういう例もあるんだなっていうのを知ってもらえることが増えましたそとはいえどうですかその事務所だったりとか、はい、タレントさんとしては、うん、その、まあ、外見をある程度気にする職種ではありますので、はい、あった方がいいんじゃないかとかそういう声もあるのは、うん、あったんですか、まあ、ありましたね。じゃあそそののもし子供ができた将来でききたた将来時とかに って状態をもし子供に言われたらどううすするんですかっていうのもたまにこうお話の中で聞こえることあるんですけど<う>まあ私がもしそのパターンになったとしたら、うん、まあ一個一個説明をして、まあ、こういうのもまあ一個個性だし人は違うんだよっていうのを話したらきっと分かってくれるんだろうなっていうのとあとよく言われるのが温泉だったりプールはどうするんですかっていうふうに聞かれることも多くて。まあ、人によっては 人工乳房というあの貼り付けるタイプで全摘した方もその入浴時だけつけて入られたり医療用の入浴する布があるのでそれを巻いて入られる方もいるんですねでも私の場合はいろいろ工夫をした結果そのまま普通に温泉に一人で行って、はい、まあ湯船にタオルはつけれないので、まあ、ギリギリまでこう隠し、うん、お風呂は肩までつかればそんなにわからないので。 そそもそもあんまり人の胸をこう見る感じではないですもんねそう私は見ちゃうんですけど <laughs> <laughs> なんかこうじわじわ見ちゃうんですけど <laughs> でも自分が入ってる時にそんなに湯船の中までこう胸を見ることってないのでそれで普通に温泉行ったりしてます<ー>。<laughs> なるほど、まあはい、馴染むという意味ではこのようにいつも前向きにお話をされる八方さんですけれども「きっと大丈夫」私の「乳がんダイアリー」の出版などされまして、はい、いろんなことを伝えてらっしゃるかと思いますが、はい、一番伝えたいことっていうのは何でしょうかうんやっっぱり人って まあ私みたいにすごい病気してるのに「明るいね」とか「かすごい病気してないみたいだね」って思われがちなんですけどでも実際に多分生涯この病気っていうことはずっと付き合っていかなきゃいけないのでやっぱりそれなりに考えながらその楽しいいい方向に向にてて生きています、うん、なんでやっぱ人によってはそういう気持ちにもなれないって方がいると思うんですけどまあ自分はまあ楽しい方が 人生生きてていいのかなっていうふうに思っているので、まあ、今生きている意味っていうのも、まあ、人によって全然生活も違うと思うんですけど改めて考え直したらきっと幸せじゃないこともあでも今私幸せかもしれないっていうふうに変わるんじゃないかなって思ってます先週のお話にもありましたけれどもが、うん癌を患ったことでより前向きになれたっていう話もありましたよね。はい やっぱりがんを患っている方ががんを悪く言う方って私あまり会ったことがなくてこれ<ー>となんかこう八方さんもそうですけど、うん、一ついいきっかけにして前向きになったりとか感謝すすすするきっっかけにしていますっていいまうう人の声をよく聞く聞んですねそうですねねそ私が一個すごく不思議というかがんだからこそだなって思うのはその今私27歳なんですけど全然年齢が違う性別も違う方と。 やっぱります、うん、病院に行って待合室に隣同士座ってる方と話してるとその方50代で、まあ、今乳がんの治療中ってお話しした時にやっぱり同じ体験をしているのでそのお話でまたそれ以外のまあ家族のことであったり仕事のことっていうのが会話としてどんどん広がっていくので今までってそんな話は絶対できなかったことだなと思って。 ああやっぱ病気になったからこそ人と話せる話もあるなっていうのは思います。うん、そうです、ね、で館さんはご存知のように今も第一線で活躍されてますけれども、はい、どうでしょうか一般的にその職場にがんを患っている方がいらっしゃる場合のその配慮を私たちはどうしたらいいのかっていうふうにも思うんですが、はい、あの悪気なく傷つけてしまうこともあるかと思いますけれども、うん、どういう対応がありがたいですか個人的にすごくやっっぱりありがたかったかのは もういつも通り変わらないい接し方っていうのがすごく助かりました、うん、なんで変に「大丈夫?」みたいな「そんな重い荷物持ったら大変じゃない」とか「座ってていいよ」とか言われるよりかは、うん、もう本当に普通に何も「おはよう」とか「また明日」みたいな本当に当たり前の会話だけできてることがあなんか私普通に仕事とか人と話せて幸せだなって思える。 ことでしたねそうですか、うんまあ、そういった日常生活の中での気づきを本だけではなくって、はい、アプリですかでも配信をされるということで今「あのコミック・デイズ」というアプリの方であの漫画が連載されていまして冬川智子さんが書いてくださってるんですが「乳がん・ダイアリー」という漫画が今連載されています。で先ほどあの本が出版された その去年の4月に「きっと大丈夫私の乳がんダイアリー」という一冊の本が、あのー、出版されたんですがそれは今までの自分が病気を経験して治療している段階の感じたことを日記形式でまとめているんですが今連載されている漫画はリアルタイムな自分の,その治療が落ち着いてるけどまだその乳がんっていう病気と向き合っている姿であったり自分の外見の変化 あとはその洋服だったりもやっぱ病気になっていろいろと着れる着れない、うん、ちょっと私はこの服はやめとこうっていう理由が生まれたんですね、はあ、でそれを漫画の中でいろいろと語っているので、ま、漫画だったらイラストとかもあの実際に描いてもらっているので。 多分脳内でイメージされてるよりかもっとリアルに知っていただけるのかなと思っています。はい、そうですね。これはぜひあの見たいと思います。<あ>チェックしていきます、ね。ぜひお願いします。ありがとうございます。では今後の活動の中で目標だったりとか夢ってありますか？夢はですね。今あの声優として名古屋からいろいろと活動を頑張っているので、まあ名古屋はもちろん全国。 いろんな場所で自分の声であったり名前っていうのを知っていただけるように活動していきたいと思ってます今日もとても前向きで元気を逆にいただいたような感じがします、はい、あ,ありがとうございます,います今後の活躍期待しております二、はい、週にわたってタレントの八方美希さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってきましたありがとうございましたお送りしてきましたチェンジの時ガンサバイバーストーリー 番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスは changechange@abc 一ゼロゼロ八 .com です。お名前、職業、年齢を忘れずに書いてお送りください。また今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウント。 そして abc 公式 youtube で動画配信していますこちらもぜひご覧くださいチェンジの時ガンサバイバーストーリー来週は山田邦子さんをゲストにお迎えしてお送りしますお相手はヤギサキでした素敵な日曜日をお過ごしくださいこの番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りしました